河北交通株式会社は昭和時代戦中に中華民国河北地域で鉄道、バスの運行を担っていた日本の国策会社。南満州鉄道のグループ会社で日中戦争で日本の勢力下に入った中国河北地域の交通網の管理を行うために設立されたがポツダム宣言の受諾に伴い閉鎖された。北京飯店ビームネカ氏は 社員会が、河北交通の歌として検証付きで、一般公募し、1457作の応募があった、中から一作が選ばれ、添削を経て決定した。続いて、曲の公募も行い、1940年11月に、河北交通の歌は、社員会から会社に検定され、河北交通社歌となった。1941年4月には、 中野忠春が歌唱したレコードが、日本蓄音機紹介から市販されている。皇天の刑示貸し込み前輪の儀に勇む者をほいなり、河北交通民族の定型固く湧き上がる講和の希望我らねが湧くば、兼業の祖先と並む東方の秩序新たに、照キの火を着たす者をほいなり、河北交通生命の躍動をここに蘇る大地の文化我ら先駆けて、方向の至り職に生きむ。 開拓の使命や、不義手、交通の利を起こすものをほいなり、河北交通水陸の建設シルク光あり天京の、資源我ら小ぞりたち共栄の落土をなさむ会社創立1周年に、あたる1940年4月17日、宇佐美総裁によって、以下の4箇条からなる社訓が、河北交通の全従業員に示された。 河北交通設立に先立ち、満鉄北市事務局内で車掌の図案募集を行った。700点以上の応募があったものの当選作を決定するには至らなかったので、応募作品の中から選ばれた15点の図案と、広報範囲が制作した図案を、画家の和田密造に見せ、和田の好評を得た、広報範囲制作の図案が、車掌に採用された。 車輪と翼を組み合わせたデザインで、左向きの図案は精神を意味する。翼は五色旗を象徴するほか、四本の白線は伏線線路を暗示するものとされた。河北交通株式会社法第一条及び、河北交通株式会社定管第二条では、河北交通は、北品における交通運輸の発達統制をずるために、鉄道事業を、 自動車運輸事業、内国水運事業及びこれら3つの事業に付帯する事業を経営することができるとされた。1937年7月に日中戦争が勃発して以降、日本軍は河北地域の制圧を進めていく。日本軍の進行と同時に河北の鉄道も日本の勢力下に入ることになり、満鉄職員が市駐屯軍に派遣されて、 鉄道線の管理を行った。業務の拡大に伴い、同年8月、下北における満鉄の活動を統括する機関として、天津に北市事務局が設置される。日中戦争の拡大に伴い、日本の勢力下にある鉄道も伸び続けていた。そこで、満鉄の一部門が下北地域の鉄道を運営し続ける体制は、 限界を迎えており、新たにどのような運営形態を取るべきかが問題となり、以下のような案が検討された。最終的には、中国側が鉄道を所有し、実際の経営は、中国法人の日中合弁会社に委託する案が採用され、河北地域の日本勢力圏内にある鉄道については、臨時政府が所有し、実際の経営は、 中国法人の日中合弁会社に委託する形が取られることが決定した。この決定に伴い、臨時政府所有の鉄道に加えて、自動車や国内水運も含めた河北地域交通の運営を行う日中合弁会社として、河北交通株式会社が設立されることになった。1939年4月15日、河北交通株式会社法が、 中華民国臨時政府により交付される。同月17日には会社定管が決定され、同日付で河北交通株式会社が発足。同時に満鉄北市事務局は解体され、従業員は河北交通に引き継がれた。総裁には交通顧問として市内中東軍に派遣されていた満鉄理事の宇佐美幹事が就任した。会社発足後、 河北交通は戦争により荒廃した鉄道設備の復旧を精力的に言ったが一方でゲリラの激しい破壊活動による被害に悩まされた鉄道は年間2000件以上の襲撃を受け破壊活動に伴う事故は年間600から700件にも上ったこれらの妨害に対し重要路線沿線に土塁や水堀を築き保障を配置する 先行列車を運行するといった対策が取られた。これらの直接的対策の他に、交通路に沿って、会社に協力する愛護村を設け、治安の維持や情報収集を図った。愛護村の建設は一定の成果を上げたものの、愛護村の住民もゲリラの工作を受け、昼間は鉄道の修復を行う一方で夜は鉄道を破壊するという事例までも発生した。 戦争末期の1945年4月、中国法人であった河北交通は、日本軍の指揮を受ける軍事組織に改組され、北品交通団となった。総裁は、長官、副総裁は、次長、理事は、参議、鉄路局は、地方交通団、鉄路局長は、団長、東京支社は、東京事務局と解消され、日本人従業員は、軍属となった。 1945年8月に日本が敗戦した後も従業員は現場に泊まり業務は続けられた。その後、中華民国国民政府交通部が下北交通の接収を行うことが決まり、同年10月に本社が引き渡されたほか、各地の鉄路局も本社引き渡しと前後して中国側に接収されて下北交通は機能を停止した。しかし、 会社が事実上消滅した後も、鉄道運営の知識を持つ従業員は必要とされ、1856人の日本人従業員が業務に止まった。1946年5月までに従業員の大部分が内地に引き上げたが、山海管区の日本人従業員多数がソ連軍に連行され、1947年まで抑留された例もある。 河北交通は1945年10月に機能を停止し実質的に消滅していたが、1946年10月に連合国軍最高司令官により閉鎖を命じられ、同年11月には閉鎖期間に指定された。1946年3月から閉鎖期間整理委員会の下で生産手続きが行われたが、河北交通は 中国法人として設立されたため、閉鎖期間整理委員会による生産の対象となった資産や負債は日本に所在する東京支社管轄のもののみであった。河北地域の鉄道は諸外国の資本により建設されたため、車両や設備は統一性を欠き運賃体系もバラバラであった。さらに、日中戦争によって、 鉄道設備は破壊され一般向けの営業運転も途絶えていた。河北交通は設立以来、ハード面では車両や設備の改修を進める一方、ソフト面では沿海部と内陸部の運賃格差を廃止し、運賃に遠距離低減性を導入して統一された鉄道ネットワークの整備に努めた。 1939年には 4375km であった営業キロは1945年2月末の時点で 5849km に伸びるなど新路線の建設も進められている。たびたび発生する大規模な水害やゲリラの妨害に悩まされつつも輸送量は拡大していき旅客輸送人キロは 会社設立初年の1939年の38億6142万人キロから、ピークの1943年には115億3792.6万人キロまで伸び、貨物輸送トンキロも1939年の65億7796.3万トンキロから、ピークの1943年には114億1032.5万トンキロに達した。 北京の中国鉄道博物館で展示される大陸洋天防新大社備中戦争によって破壊された河北地域の鉄道の復旧が進むと朝鮮総督府鉄道南万州鉄道から直通する優等列車や渦中地域の鉄道を運営する渦中鉄道への優等列車も運行されるようになった全者を代表する列車としては釜山北京間を 直通運行する急行列車、大陸、コア号が挙げられる。1940年10月及び1944年10月における、大陸、コアの主要駅発着時刻は、以下の通り。ジャパンツーリストビューロー、時間表彰は15年10月号より。東ア交通公社時刻表彰は19年5号より。一部時刻は誤植により、半読不能。など。 日中戦争勃発前の河北における自動車事業としては、1935年6月に満鉄の自動車部門が山海間マイナス建て正衛館で営業を開始し、1936年4月には満鉄の関連会社として河北儀社講師が設立されていた。戦争勃発後は戦争の混乱により自動車事業は中断されたが、 治安が回復すると運休路線の再開と積極的な拡張が行われた。河北交通設立直前の1939年3月末には、河北議社講師が営業する路線の数は96、営業キロの合計は7847.7キロメートルに、達し、バス354両、トラック670両、 その他の車両を合わせて1039両を運用するまでになった。河北地域の自動車事業は、鉄道路線を保管する、培養線として、鉄道経営主体の統制下に置かれることになり、河北汽車公司の自動車事業は、河北交通設立と同時に、河北交通に移された。河北交通本社には、自動車部が設置されたほか、カルガン口を除く、鉄路局に、 自動車事務所が設けられた。河北交通設立直後の自動車路線営業キロは合計 4653km であったが、1945年4月には 18909km に達した。しかし、自動車事業は燃料として石油を必要とする上に壁地を中心に運行されることから、戦況悪化に伴う燃料不足や、 治安悪化の影響を大きく受けることになった。石炭自動車の導入や、愛護村の建設、複数自動車による集団輸送といった対策が講じられたが効果は少なく1944年以降は80%の路線が運休する状況であった。河北交通の業務には、鉄道、自動車の陸運事業だけでなく、内水河川での水運事業も含まれていた。 河北交通による水運事業は1939年9月に小気川の災難付近で旅客営業を開始したのが始まりで同年10月には南運河、滋賀が東北側の天津付近でも旅客輸送が始まった当初は帰船による営業であったが後に河北地域の民間ジャンク船を統制し運用するようになった 1943年10月末には、旅客輸送航路の総延長は2 5 2 9トル貨物輸送航路の総延長は4 2 1 3トルに達したものの、河川水位が不安定なために船に貨物を満載できず、輸送効率は低かった。水運事業の輸送実績は不調であり、 合理化を図ってもなお年々赤字が拡大したため、1945年3月からは民間ジャンク船の統制を取りやめて自由化し、河北交通による水運事業は会社所有の船による軍用、車用品の輸送のみに縮小された。河北交通の主要な業務は鉄道事業、自動車事業、水運事業の3つであったが、この他にも港湾事業、警備、 保安、農林事業、従業員教育、調査、広報、技術研究、保健、医療事業などの業務を行っていた。公安事業転進校と連ンク模倣の整備、運営及び、単空地区の振興建設を行った。1944年5月には、公安業務を統括する、公安総局が北京に設置されている。警備、保安会社が経営する。 交通網を警備するため、軍から対応された強力な武装を持つ刑務員が配置されていた。戦闘時には、刑務員は、軍の指揮下に入ることとされており、警備業務を行う従業員には、軍出身者が多かった。また、会社は、列車や自動車、船団及び会社施設用地内での警察権を有しており、これらの範囲内での保安業務も行った。 農林事業加北交通は複数の農業試験場を持ち愛護村を支援するための農業振興事業を実施した。また枕木などの資材の確保や鉄道林の整備を目的とした造林事業も行われている。従業員教育会社幹部養成のための教育機関を設置したほか日中戦争の影響で休止していたタスク林学校を復旧。 運営した。タスクリン学校では日本語の教育も施され、多くの卒業生が河北交通に入社している。調査河北交通における調査業務は、スケナリ局が担当し、交通、経済、農林、工業などに関する調査を行った。広報広報活動の重点は内地に置かれ、東京支社がその拠点となった。出版や映画制作、展覧会、 講演会、座談会の開催などを行うほか、社員会が広報し、講和を、スケナリ局が、月間グラフし、北市を発行していた。技術研究総合的な研究機関として1943年4月に、鉄道技術研究所が設置された。主な研究内容は、戦時下での資材不足の解決や代替品の開発であった。石油の代わりに、 石炭ガスを燃料とする石炭自動車や植物油を原料とする潤滑油などが実用化されている。保険医療事業保険医療事業は日中戦争の勃発を受けて河北地域に派遣された満鉄従業員の救護を行うために天津に医師が派遣されたことに始まり従業員に対する医療を行う鉄路委員が各地に設置された。 従業員への医療に加えて貿易活動も実施しており、1940年4月には伝染病対策の研究機関である保健科学研究所を設立した。また、1942年には外省を負った従業員の温泉療養を行う目的で別府に温泉療養所を開設している。主な河北交通の関連会社を以下に挙げる。 会社創立時の組織会社設立時より代表者の肩書は総裁であったが1945年4月1日の北品交通団への改組に伴い長官に解消された会社設立時従業員は日本人中国人を合計しておよそ8万人であったが業務の拡大に伴い社員数は増員され終戦時には18万3千人近くに達した 全員従業員中に占める日本人従業員の割合は3割ほどだったが終戦が近づくにつれて次第に中国人従業員数の割合が増加していき終戦時には80%以上の従業員が中国人であった。礼、ありがとうございます。